朝刊チェック2月20日配信分です。まもなく時刻は7時になります。5秒前、4、3。7時になりました。2月20日の火曜日、朝刊チェックをスタートしてまいります。こもさん、小森康則でございます。今日も株式会社笠間の提供でお送りをいたします。贅沢ブルーベリースをこれからいただきます。13年半早起きをいたしまして、朝のラジオを続けてこられましたのはこの贅沢ブルーベリースを毎日飲んでいたからでございますね。キャンペーンをまた今月も始めておりますよ。よいしょ。合言葉を言っていただきますと初回限定でございますが650円かかります。送料が無料になるということですね。今日はお白湯入れましょうか。はい、なんかね、生ぬるい空気で今日はコートを着ずにこちらへ出てまいりました。はい、贅沢ブルーベリース、大体まあカルピスと同じぐらいの割合で薄めるのがまあ 6,7 倍ぐらいですか。まあ目分量でいつもやってますが、癖になる味でございます。いつもねこれ飲むとなんか背筋がピーンと伸びるような感じがいたしまして、血液サラサラ気になるよ、血圧高くてねという方、お薬ではございませんのでどうぞお好きな時にお好きなタイミングでぐいぐい飲んでいただいたらいいと思いますし、飲むだけじゃなくってね、ヨーグルトにかけたりとか、そんな形で召し上がっていただく方もございます。合言葉はおだいり様とこもり様ということで昨日決まりましたんで、はい、そちらの方で電話を午前9時からでございますんで、今この時間に電話かけていただいても、あかんのですけれどもね、電話番号を申し上げておきますね。0120-780-337 0120-780-337 番でございます。贅沢ブルーベリースの笠間の提供で今日も朝刊チェックをお届けしてまいります。さて、皆さんのご家庭でも利用されている方は大変多いかと思います。いわゆる100均ですね。100円ショップダイソーの創業者が亡くなったというニュース、昨日のうちから届いておりました。すぐ潰れる、いやいやもうすごいね、商いをやってらっしゃったんですが、大変まあネガティブといやネガティブなことをずっと言ってはりまして、ダイソーなんかすぐ潰れてまうぞと、すぐ潰れてまうから潰れんように頑張らなあかんねんという、まあコモさんのような何でもかんでもポジティブに自分の栄養に取り受け取るですね、私なんかとはまた違うタイプでございまして、もうそれはもう経営者としては全然もうかなわない、素晴らしいアイデアと、そしてまあそれがデフレ経済、日本のデフレを作ったんだという評価もあったりはするでしょうけれどもですね、商売についていろいろ言ってはりましてね、こんなことをおっしゃってました。お客様はようわからんとはい、お客さんっていうのはようわからんもんなんだと。まあ確かに商売してるとそう思うところもあるし、会社が大きくなったところはねそこを掴んだんからだというふうにも思えるわけですが、ようわからんもんなんだと。ダイソーは潰れるという確信を持っていました。そもそもダイソーなんてそこの浅い商売ですからとおっしゃってました。社員に自信をつけてさあもっと頑張ろうとかいうそういうタイプの方ではなかったんですね。いや、お客様にはすぐに飽きられるものですと。なるほど、もうずっと怖くて眠れなかったですと。まあ多くの経営者が、孤独を感じっていうのはそれは確かにあると思います。やってきたことがいいか悪いかはダイソーが潰れる時にならんと分かりません。はい、まあでもダイソーが潰れる前に天に召されたわけでありますからね、よく頑張ったんだと思いますよ、それはね。同業他社でありますセリアっていうところありますよね。セリアには店でも商品でも負けたああ、イトーヨーカドーの会長に自分とこの商品を見せたらすっごい怒られて、お前こんなもん作ってたら3年で潰れるぞ、商品に魂込めろと怒られたんだそうですね。みずほ銀行の頭取と飯食ったら時に言いました。これからうちもどうなるか分かりませんのでご迷惑かけるかもしれませんもう出てくる言葉ねえ、ネガティブなんですが、まあ それが矢野さん流のやり方なんですけどもね、実は本名は矢野弘武ではありませんでした。ダイヤモンドオンラインが以前に書いた記事を追悼というので再掲しておりました。2017年の3月現在ってなってますから、もうだいぶ前ですがね、その段階で3150店舗国内、海外1900店舗、4200億円の売り上げがあったんだそうですけれど、実は栗原五郎というお名前だったそうです。五郎、はい。男5人、女3人兄弟の末っ子だったんだそうですね。お医者さんをしていたお父さん、戦争中は中国の病院に勤めていました。栗原五郎を改名して矢野弘武、昭和18年に中国の北京のお生まれだったんだそうです。で、引き上げてまいりました。もともと豪農だったんですが、農地改革で田畑を失いまして、広島の福富町という町に引き上げてこられたんだそうです。お医者さんなんでお金持ちかと思うかもしれませんが、いやいやもうそら金なんか取らんと貧乏人でも見てあげるっていう、そういうお医者さんだったんだそうで、貧乏な家で育ちました。まあまあ日本中貧乏ではありましたけれどもね。で、勉強せえ、働けと、なんか手に職つけろというので、お医者さんになった人もいたそうなんですが、全くお医者さんには興味を持てず、まあ、成績が足りひんかったというのもあって、高校へ行ってボクシングもう夢中になりました。東京オリンピックのバンタム級の強化選手に選ばれたんだそうですよ。はい、将来はプロボクサーになろうと思っていました。ただ東京へ行きましたら、こらあかんわと、もう持ってるグラブのその厚さが全然違って、田舎でボクシング強いって言うてんのともう全然こら違うわと、なんで俺強化選手に選ばれたんやろうと、そういうふうに思ったんだそうです。で、ボクシングはあかんと思って大学へ行こうと思って、中央大学の夜間の土木工学、理工学部土木工学科、全然違う道ですよね。行ったんだそうです。学費も生活費も自分で稼ぎながらだそうです。で、まあ矢野さんというのは奥さんの側のせいでありまして、まあ、名前の方も改名してはるんですが、遠い親戚だったんだそうです。で、借金まみれで養殖業をやったり、大学卒業してまずリヤカー一つでくず屋さんやろうと思って、これは儲かるぞと聞いていましたが、奥さんの実家の営んでいる鮮魚の卸養殖、これを尾道で手伝うことになったんですって。人生どこでどう転ぼんでいくのか分かりませんよね。ただ当時の養殖です。ハマチもブリもフグも養殖しようと思ってもすぐ死んでしまいます。もう金を海に、ドブじゃなくて海に捨ててるようなもんだと、赤字ばっかりが積み重なっていきました。銀行も融資してくれなくなりました。なんとかお父さんやお兄さんに借金をいたしました。当時700万円、今のお金にすると1億円を超えていたんではないかという借金をしました。それでも業績は回復いたしません。夜逃げをすることにしたんだそうです。お兄ちゃんたちには事情を伝えて、トラックを借りて家財道具を積んで東京へ逃げていきました。百科事典のセールスマン、昔ありましたですよね。そんな家来てありました。百科事典のセールスマン、歩合制、売れれば売れるほど身入りがあります。トップセールスマンだった友人、給料袋が立つぞと、ほう、こら儲かるぞと聞いてやってみました。しかし、もともとネガティブ思考だったんですかね、推しの弱い性格、しゃべり下手、まるで売れませんでした。30人いた営業職の中でビリだったんだそうです。運はないが能力はあると思い込んでいました。しかし、これは違うなぁと。なんであの頃あんなに自信満々だったのだろうと今では思うと。結局運もなければ能力もないんじゃないかと、神さんにそう言われているような気がしました。セールスマンを辞めました。ちり紙交換やりますがなかなかうまくいきません。こらもうええことなんてあるはずがないわ。大きな欲を持たないで目の前のことを一生懸命やろう。他の人が休んでる時もとにかく働こう。そうしているうちにちり紙交換の仕事は軌道に乗って、そして蓄えもできるようになりました。夜逃げしたんで踏み倒した形になっておりました。今の金額にすると1億円以上、お兄ちゃんたちからの700万円に及ぶ借金。ある日兄から手紙が来ました。学会で東京行くんで会わへんか。そうです。夜逃げで東京出てきた子と家族お見通しでした。顔を合わせることもできませんが逃げるわけにはいきません。ようやくできた蓄えから700万円の借金でしたが、50万持ってお兄ちゃんに会いに行きました。おお、元気じゃったか、心配したぞと喜んでくれたんだそうです。700万のうちの50万ですが、おずおずと差し出しますと、いらんいらんと受け取ってくれません。不義理を働いたにもかかわらず全く責めません。気持ち収まらないんでとりあえず50万は置いて帰りました。あの時ほど貧乏してましたが、家族の愛情、お兄ちゃんの愛情を感じたことはありませんでした。そしてその後東京を離れ、またふるさとの広島に戻ったんだそうです。バッタ屋やったり、日雇いの肉体労働をやったり、いろんなことをしました。1972年、大阪万博が終わって2年後、昭和47年のことです。トラックでの移動販売をしました。大阪の日用雑貨の露店の専門問屋がありまして、2トントラックいっぱいになるほど仕入れてまいります。そしてそれを小型トラックに乗っけて、2トントラックに乗っけて夫婦で売って回るんだそうです。矢野商店、小さいながら家族が食べていけるだけの利益がようやく得られるようになりました。移動販売ですので行く場所毎日違います。現場に着きますと商品を並べ値札をつけて開店準備です。ある日いつものように開店準備をしていますと、待ちきれないお客さんが集まってきました。勝手に段ボールを開けて勝手に商品を漁り始めました。気に入った商品を見つけて、これなんぼと聞いてきます。おっちゃんおっちゃん、これなんぼ。はい、聞いてまいります。ちょっと待ってください。今まだ陳列の最中なんですが、もう一個一個確認するのもめんどくさい。そこで100円でええよと言いました。その様子を見て他の客も聞いてきます。これは、いや、もう100円、これはもう100円、めんどくさいから100円100円と言いました。実は100円ショップ、100均、ダイソーが生まれたのはこの瞬間だったそうです。商品ごとに仕入れ値から売り値を決めていくというのが面倒であった。一方、何でも100円というのを大抵は喜んでもらえますが、中には安物買いの銭失い、嫌味を言うお客さんもいました。なので悔しくて商品の質をどんどんと上げていきました。そうすると原価が上がっていきます。儲けが減っていきます。でもお客さんが喜んでくれる、薄利多売ではありますが商売を続けてきました。そんなある日、事務所も兼ねていました自宅が放火されてしまいました。トラックも倉庫も商品も全部焼けてしまいました。火災保険をかけていませんでした。まるまる、うわー、やっぱりわしは運が悪いとそう思いました。でもそれも仕方がないと思えんのが自分の特徴かもしれませんと生前矢野さんは振り返ってはります。そもそもこの「仕方がない」という言葉が大好きなんだそうです。仕方ない、ポジティブ思考で頭を切り替えていくのでは決してありません。仕方ないと諦めて次に向かいます。その結果良い方向に向かっていたのかどうかは分かりません。自分自身で自覚はしていません。仕方ないもんは仕方ないんです。火事で事務所も在庫もなくなりました。トラックもなくなりましたが、100均の商売をやめる理由はありません。お医者さんであったお兄ちゃんたちが見舞い金をくれました。再び公民館や空き地で100均の移動販売を始めました。相変わらず原価ギリギリまで上げて、これほんまに100円と。そんな風に驚くお客さんの顔を糧に薄利多売を続けていきました。流れが変わったのは大手スーパーの店頭を借りて販売するようになった時だそうです。広島の地元スーパー泉というところがあるそうです。そして日井へ行きました。イトーヨーカドーへ行きました。100均売り場を設けることができました。大手スーパーの店先です。好立地です。泉では1日100万円売り上げたそうです。100均ですから1万点売ったということですね。泉の担当者もびっくりしてました。何より驚いたのは自分自身でした。実はダイソー以外にも当時100均業者は誕生していました。スーパーの店頭を奪い合いになっていましたが、いや矢野さんお宅やってくださいと指名されるようになりました。売り上げが他社とは全く違うと。これはやっぱり安物買いの銭失いと言われないように商品の品質を上げてきたからだろうと。で5年後になりますね。1977年法人化をいたしました。大企業になるなんて到底考えられませんでしたが、年商1億の会社を作ろうと夫婦2人でそれを目標にしてきました。いつか大きな会社を作りたい、大きな会社を作りたい。そう、作るはクリエイトの方の作るですね。工作の作ではなく、まあ神をも恐れぬということかもしれませんが、大きな会社を創造作りたいというその思いを込めて大創、大きな創業、これを作りました。内心はいつ潰れるかとビクビクしながらやっていました。移動販売だけでなく常設店を構えるようにもなりましたが、いつまでたっても自信が生まれることはありません。こんな商売うまくいくことはない、ダイソーはどうせ潰れるじゃろう、疑いながらやってきたそうです。潰れるかもしらんという脅迫観念がなくなったのはようやくもう創業して30年40年経ってのことです。仕方ないという言葉に加えてもう一つ好きな言葉があるそうです。それが恵まれない幸せです。人はあれこれと恵まれた瞬間に力が落ちていきます。常に自分は運も能力もない人間だと思っている方が頑張れる。なるほど、少なくとも自分はそうであった。潰れるかもしれんという気持ちが消えた時点で、それが経営者としての潮時かもしらんなと。なるほど、ダイヤモンドオンラインに寄稿してはったその文章が出ておりました。後ほど、概要欄にもアップをしておきますね。時刻は7時19分になっております。では本日も朝刊チェックをお届けしてまいりましょう。皆さんはどのような人生をお考えで、どんな風に過ごしていきたいでしょうか。こんな映像から本日はスタートしてまいりましょう。実は去年ですね行っておりましたゴルフ場を今ご覧いただきました、松山英樹さんがですねごめんなさい優勝いたしまして、ジェネシスインビテーショナルっていうツアーで最終日猛チャージをいたしまして、びっくりするほどの成績で逆転優勝を果たしたんですね、でそれを去年見に行ってまして、でその様子なんですよ。これ去年の映像なんですけど、松山さんの、スイングをちょっと見ていただきましょうか。はい、よいしょ。Next on the team from Sendai, Japan, please welcome Hideki Matsuyama.いや実はね去年ねあんまり調子良くなくてあんまり成績良くなかったんですよ。ほんでめちゃくちゃ怒っててね、こんなシーンもありましてね。ほら松山、ほらお前道具は大事にせなあかんやろお前トーナメント終わってから取っても来ないしてお前あと残ったじゃないかお前っていう、まあまあ そんなこともあったんですが、今年はめちゃくちゃ調子良かったみたいでね、おめでとうございます。本当にタイガー・ウッズもおめでとう。まあ、タイガー・ウッズのデビューしたというか、若い頃から行ってたゴルフ場でありまして、リビエラカントリーっていうところなんですけども、そこで見事な優勝を果たしましたんで、去年撮ってたやつをアップしてたんですが、なんか知らんけど去年の映像がめっちゃ再生されてるやんと思って見たら、やっぱあれ面白いもんですね。なんか松山英樹で YouTube を検索して、去年私がアップしてたやつがこう再生されるって、まあ、この辺も YouTube の面白いところでしたね。はい、さて、まあそんな映像もちょっと自慢げに見ていただきましたところで、今日の朝刊チェック中身に入ってまいりましょう。時刻は7時25分でございます。まずは朝日新聞から読んでまいりましょう。はい、こちらでございます。森山文科大臣側に統一教会系の機関紙1冊800円するそうですが、無料で送り続けられていたという話でありまして、まあ、正直まあこのことだけでっていう問題ではあるんですが、ただまあ自民党の議員たちが統一教会の支援を受けていて、まあ、そのことが問題になって統一教会との関係をもう今は切りましたと言ってみんな言っていた中でですね、覚えていないとかうすうす思い出してきたとか言っている森山さんのところの事務所側に、まあ、いちいちそんな見てないとは思いますが、800円の機関紙がですね、世界思想というものなんですが、まだ続いて送られていたと。で他の自民党の議員の事務所からはもう送らんといてくれという申し出があったけど、それは聞いておりませんということなんで、まあ朝日新聞のスクープとも言えますし、統一教会の側からですね、森山文科大臣をまあ揺さぶりに来ているということの表れなのかもしれませんね。はい、ジャーナリストの鈴木エイトさんは、自民党の点検というのがいかに甘いものであったのかということがここで分かりますということです。それはまあ本当におっしゃる通りでありまして、どこまでこの人を岸田さんが守ろうとするのか、2割も支持率のない岸田さんがですね、果たして本当にどこまでの力があるのかということが、もうようわからん状況になってきておりますよね。はい、で朝日がこれをトップに持ってきております。この件について書いているのは朝日だけ。そして昨日すでにお伝えしておりますが、朝日新聞の世論調査で岸田内閣の支持率が朝日としては最低の 21%、毎日は 14% と、昨日お伝えした通りです。森山さんに対して辞任を求めるという人が 66% ということです。その8割9割がやめろと言ってるわけではないんですけれどもね。この統一教会の機関紙が、800円のもんが毎月送られてきてて、それが止まってなかったということ、そのこと単体を取り上げてどうのこうのは別に僕は言わないですけれど、ただ結局関係が切れてなかったりとか、かつての、熱い関係をですね、今あんな風に嘘ついてごまかそうとしているっていう人が議員であっていいのか、もう大臣であっていいのか、以前の話ですね、議員であっていいのか、そんな議員ばっかりですけどね。でそうですね、自民党の支持率、政党支持率も落ちているという話が出ておりまして、時刻は7時28分です。これは選挙 .com というページがございまして、そこが電話とそれからネットとで政党支持率や内閣支持率なんかを出していってるんですね。今日はその電話とネットの差ということも含めてちょっとご紹介をしていきたいんですが、あなたは普段どの政党を支持していますかということなので、本来普段なので1ヶ月でそんなにコロコロ変わるかと。私1月は自民党だったんですが、12月は共産党でして、やっぱり11月は令和の山本さんがすごかったですよねっていう人はあんまりいないと思うんで、右や左やっていう大雑把なところとか、大体そんなに変わるもんでもないとは思うんですけどね。2月の選挙 .com の政党支持率、もちろん一番高いのは自民党なんですが、電話で調べますと 23.3% で 2.2 ポイント1月に比べて減っております。一方ネットで調査をいたしますと、勝手に僕が今やってるのはアンケートではなくて、ちゃんとその標本調査の手法を使った調べ方であるとは思うんですが、 8.9% なんです。テレビの世帯視聴率と個人視聴率の違いみたいな感じで、そのも 20%30% なかったら人気番組とは言われへんでってね、世帯視聴率で言われてたのが、個人視聴率で言うと今そんなん5% いかへんかっても評価されたりするわけですよね。年代にもよりますけど、ネット調査だと 8.9% なんですって。で、これでもトップなんですよ。トップではあるんですけど、公明党が電話調査で 3.9%、 ネット調査で 2.2%、 こちらも若干ではありますが下がっています。立憲民主党、電話では 12.9%、これが第2党であります。ネット 3.2% です。維新に負けています。ネットは 4.8% の維新が2番目に高いんですね。ただ 1% 上がっています。1月に比べて 3.2% 1月よりも 1% 上がったということは、これ3割上がってるということですからねすごいですよね、そう考えるとね。維新は電話で 6.5%、 そしてネットが 4.8%、 共産党は電話では 6.0% で2ポイント上がっております。共産党上がってます。そしてネットでは 1.0%、 こちらは 0.5 ポイント下げています。だから上がり下がりのことを考えて、電話とネットではまた傾向が違うということは言えますね。国民民主党、電話もネットも 1.5%、 れいわ新選組が電話 2.3%、 ネットでは 3.3% ですから、実は立憲民主党よりもれいわはネットでは支持率高い。それでも 0.3% 下がっている。いわゆる支持する政党はありませんという人が、電話では 41.8%、 10人で4人。一方、ネットでは、これが若い人というふうに単純に捉えられないのかもしれませんが、なんとネットで支持する政党がないという人は 74.2%。4人のうち3人はそう言うてるということですね。で、政党支持率ですね、次の衆議院選挙の比例代表ではどの政党に投票したいですかと言いますと、自民党が大きく下げております。1月から比べても電話調査で 20.3% で 4.5 ポイント下げてます。ネット調査で 8.8%、3.6 ポイントの下落で、電話調査によりますと立憲民主党に投票するという人が 20.0% で 3.5 ポイント上げておりまして、自民党が 20.3、 立憲が 20.0 なので、鼻差、首差のところまで来ているということが言えます。となると補欠選挙どうなりますかね。ネット調査では自民党が 8.8%、立憲民主党は 4.7% と開きがありますが、なんと維新が 9.4% で、ネット調査では次の総選挙比例代表トップは維新ということになっております。ちなみにこの選挙.comのこの2月の調査によりますと、岸田内閣の支持率は 19.5%、 ちょうど朝日と、毎日の間を取ったあたり、不支持率が 59.7%、 こちらが電話。一方ネットだと岸田内閣の支持率は 7.3%、 一桁になっております。1月はまだ 11.4% あったんですが、2桁でしたが、2月になりまして 7.3%、 支持しないがネット調査で 65.0% というふうになっておりますな。しかしこんな危機的な状況でも、いろんなことがどんどんと進んでいっているということですね。で、こんな状況の中で私としましては、泉房穂さんがじゃんじゃんバリバリいろんなことを言ってくれるかなと思ったら、このところツイッターをですね、ほぼお休みをしてはりまして、でいろいろと叩かれております。出る杭は打たれるが、出過ぎた杭は打たれないと言われてはいるものの、この1週間ほどの泉房穂攻撃っていうのが、X ツイッター上ではですね、もう吹き荒れておりまして、エレベーターのメンテナンスの問題をはじめですね、あいつはなんやかんや言ってコストカットをして、子育てにやったって言うてるものの、これはやっぱりあんなやつは問題だと、暴言吐いたやつやんけというようなことで、人格攻撃まで始まっておりまして、でそんなことで泉さんが黙るわけもないので、理由ははっきりしておりまして、今確定申告の領収書の整理が追っついてないという思ったよりも行さん領収書があったんで、その整理をしておりますということなんで、まあまあ、そんなに心配はしてないんですが、ただまあ、こうやって一個人を、まあ、組織的な動きがあるのか、いわゆる一般大衆がこう攻めていってんのか、まあ、両面あるかとは思いますし、まあ、気を同じくしてコモさんのチャンネル登録者も順調に着々とチェックするたんびに1人2人と減っていっておりまして、まあまあ100人ぐらい今減ってるんですかね。まあまあおかげさまで5万3000人ぐらい今チャンネル登録の方はいらっしゃいますので、ただまあまあ調べるたびに減っていると気がいいもんではありませんが、まあまあ泉さんの話であったりとか、保守党の話であったりとか、教育直後の話であったりとか、そういうので私の言ってることは気に入らんなと思う方が、まあ、お一人お一人、去っていってはんのかなと思いますんで、まあまあそれは多分考えの合わへん人やからどうぞご随意にというところではあるんで、まあまあこういうことを言うから、まあ余計離れていきはるんでしょうけど、まあ、しかし、まあ、泉さんはまあそんなことには負けない人ではありますが、あれだけ束になって「お前は」とか「こいつは」っていうのが目に入るっていうのは、もう本当に人間一人首くくって飛び降りてするぐらいの圧ですであることは、私もまあまあ自分の方には若干しか来ませんけどありますんでね、まあ確定申告の、はい、領収書の整理が終わりましたら泉さんにはまた吠えていただきたいと思いますけれど、ただまあ今やっぱり目つけられてんねやろなという感じはありますね。だからまあ私に何が応援できるかわからないですけれど、私はやっぱり泉さんのいろいろ問題はありましたし、まあ、高井美樹を泣かしたという泣かしてはいませんがというところはもう取り返しのつかないバッテンですけども、ただ泉房穂という人がまあどういう価値観で動いているのか、それはね、人間生きてきてね、あるいは社長やってきてね、あるいはアナウンサーやってきてね、全ての仕事がね 100% パーフェクトでね、自信持って生きてきましたなんていう人がもしいたら、よほど頭の悪い人か記憶が飛んでいる人だと思いますんで、それはまあ大きな成果を上げることもありゃ、まあ大したことのないこともありゃ、失敗したり判断を間違ったりすることも当然あるかとは思いますんで、まあ、僕はまあその一個一個のこともまあ大事だし、でもまあその根っこのところですよね。泉房穂さんが根っこのところで何をやろうとしてるのかっていうところを評価していますから、一個一個のことについて、まあ反対して誹謗中傷してボコボコに殴ってくる人、まあまあそれはそれもあるけど、でもねっていう気持ちで僕は今のところいますので、はい。応援のメッセージを送り続けようと思います。まあ、昨日の教育直後のことがもう本当に典型的なところだと思うんですけども、教育直後というその原文はありながら、どう解釈してどう訳してみんなに伝えるのかでもう導こうとしてるところが全然違うでしょ。あるいはその12の特目っていうところだけをピックアップすれば別に間違ったことは言ってへんし、そうあったらええなっていう話なんですけれど、ただその12の特目が含まれている教育直後というのがどういう歴史的な背景で政治的な背景で作られて、それを信じ込まされた人たちがどういう末路を迎えていったのかっていうことの文脈の中で捉えましょうという話なんで、まあまあ考え方の違う方はいらっしゃって当然なんですけど、やはり誰かが何かを伝えるという時に僕は僕のフィルターを通じているように、明らかにこういうことを言いたい、こういうことを伝えたい、こういうふうに思ってほしいというバイアスがみんなかかってるわけですよ。みんなそれかかってないと思ってること自体がアホちゃうかと思うんですけど、だから自民党の発信する情報と共産党の発信する情報が違ってて当たり前ですから、同じ事象を取り上げててもね、なんで、自由新報でしたっけ、それと赤旗が書くことはまたも当然違うわけですから、まあ、その辺は受け取る側がちゃんと考えましょうということですよね。でまあ、もう1人頑張って出てきてほしいなと思ってたのが田中真紀子さんなんですけど、ちょっと最近もう出てきてあれへんでしょね。で家焼かれちゃったじゃないですか。まあまあもうそら家あんな全焼してしまったらそら大変やと思うんですけど、大変だとは思いますけど、なんとかちゃんと吠えてほしいなと思っとるんですが、火つけられる、今火つけられるって断定したらあかんのか、はい、火事になる前に、元気に久しぶりに出てきた時のコメントをちょっと聞いてですね、盛山文科大臣の問題をはじめ、まあ、野党も含めてですわ、野党も含めて金にまみれた政治家たちがどんなことをしてのかという話をもう一回ここで巻きこぼしで聞いていただいて、この項を締めようかなと思います。では真紀子さんを呼んでみましょう。真紀子さん、命がけの人がいないからです。本当にね、私これを見ていて、これだけのお金をもらって、そして文句で高利代、文字代っていうのは自民党の時はですよ、幹事長からもらいましたよ。それから大臣で外遊するときにも官邸機密費からと思いますけど、100万ずつ白い封筒でいただきまして、私返しました。そしたら村山総理が、眉毛の総理が「マキちゃん、あんた金が欲しがらない人だね」って言ってました。欲しがらんじゃなくて、私は公費で大臣としてファーストクラスで勉強させてもらいに国際会議に行くのに、なんでそんなものもらわなきゃいけないの、お土産代だって言ってました。誰のお土産ですか。で私市議でチョコレートボックスをある方にあげたら、ある総理経験者です、今になるとね、当時そうじゃなかったけど、私の議席まで本会議場で来られて「マキちゃんチョコレートありがとう」「はいどういたします」って言ったら「さっさばがぎっしり入ってると思ってなんであれ?」って言ったんですよ。これ自民党に全部私に切り替えてあります。それから高利代持ち代の時にね、幹事長が議員を呼んで、今もやってるでしょ、自民党どうですか、自民党の議員さんはいませんか、さっきいたな、ちゃんとくれるんです。で幹事長で名前を呼ばれていく田中真紀子君入っていくと、封筒ポンと入れて「あ、真紀ちゃんこれあんた金足りないだろうから俺がもらっとくよ」なんて言うんですよ。はって私言ったんですけど、だからさっき言った文通費だとか歳費のほかに国会議員ってお金いっぱいもらってるんです。問題は出の問題でしょ。先日のテレビを見てました、評論家が政治には金がかかるんですよって言ってましたから、バカお前みたいな評論家やってるからたかりじゃないかって私思って見てましたけど、おかしいですよ。なんでお金がかかるか言いましょうか。党から言ったらね、やっぱり野党対策国債使ってるんですよ。現金かどうか見てないか知らないけどやってます。派閥、各派閥、自民党で言えばね、野党もそうかもしれない、知りません。その間でもってやってる。それから飲食とともに処置してますね、国会が終わると。これからもやるんじゃないですか、先生方、多分そうでしょ。それにお金がかかってるんですよ。それは党が使うお金、個人のうちは議員はどうか、個人は地元の県会議員、これらが高利なんですよ、市会議員、市長だとか知事とか、それらがもうお金くれ、お金くれ、お金くれですよ。もう地方のね、地方議員が減らしたりですよ。国会議員の定数削減も申しますが、地方議員は何やってるんですか、あのお金いっぱいもらって、それらがじゃなかったら選挙落とすぞって言われるんですから。うちの父が病気になっていた時にちゃんとある新潟県知事、今現職の議員が名前出して逆に吊るし上げられちゃったある県会議員がいます、新潟県の。その方なんか父が病気だというのに県議たちを連れて目白に来て「奥さん金くれ」ってうちの母に言ったんですよ。親父は出したから。私はそれ見てたら、私はびっくりしましたよ。ここまでたかってんのか、地方議員は。これ地方の人にやっぱり言ってほしいですよ。一般の人は知らないんでしょうね。それでうちの母は「主人は倒れておりますのでお引き取りください」って言いましたよ。やっぱり明治の女性しっかりしてますよ。ハンナの位置にも持ってこないで病院のところへ来てお見舞いだって来てですね、金を出すなんてありますからね。そんななんですよ日本人の低たらくは。そして親父は金を出したり面倒見てくれたり就職の世話してくれたのに、直樹と真紀子はやらないから落としてやるぞってその県会議員から言われたんですよ。で現職の文部大臣になったからしょっちゅう選挙区に帰って助けかけて運動して新幹線に取り替えてまた大臣室に行って仕事してたんですけど、やっぱり僅差が落とされましたよ。相手の自民党の小選挙区じゃなかったですからね。そっちにお金まくんですよ。あいつらは言うこと聞かないからあの夫婦落とせとちゃんと落っことされました。有権者がそういう地方ボスだということを聞いてるからですよ。そういう地方ボスが国会議員になったり、それから大変申し訳ないけど今日おられるでしょうけど、秘書さんね、秘書係の議員さん、岸田君にしろあゆくんもみんなそうだけど、今日来てる方の中じゃないかな、秘書係の議員来なくなっちゃったからさっき行く行くって言ってたけど後で来るかもしれませんけど、そういう人は取材やってるとなんか悪いこといっぱい覚えるんですよね。お金集めの仕方とかね、脅しの仕方とかね。私は友達とか早稲田の友達とかゼミの友達に秘書をやってもらいました。子供たちの友達のお母様とか。はい、巻きこぶしの一部でございますけれどね、こんな腐った日本の政治だっていうことを言っていたら家が火事になって出てこなくなっているんで、泉房穂さんにもそして田中真紀子さんにも僕は出てきてもらいたいなと思っておるんですが、そんなことをここドア開けながらやってたらなんかあったらあきませんから締めときましょうか。オープンでありたいとは思っておりますが、はい、いやー、やっぱりだから問題は問題だとこうずっと言い続けなあかんですよね。で、まあ野党にも当然金が回ってるっちゅうことですし、まあ、野党対策だけではないんでしょうけれどもね、こんなんほんまに恥ずかしいですよ。もう本当にいやいや折に触れてなんやかんやと皆さんの注意を喚起していこうというふうに思います。7時49分です。現在なんやかんや言うて800億人を超える方に皆さんご覧いただいておりますね。ただポチッといいねが本当に内閣支持率と同じようになかなか上がりません。241いいねでございますのでポチッと高評価よろしくお願いをいたします。さてもう一つ本日はタイトルを作っておりました。こちらのサムネイルともう一つがこちらでございます。どうするウクライナ支援ですね。昨日東京で会合が行われまして、これまでにも 1.3 兆円と言われる支援をしている日本ではありますが、新たに地雷対策などといたしまして158億円など民間の投資も含めてサインをしております。で、今回アンケートを取りました。じゃあここで締め切ります。どういう表現にしようかなというふうに思ったんですが、453票頂戴をいたしました。割れましたですね。一番多かったのが 32%、もうこれ以上支援はしたくないという方が最も多いという結果になりました。誤差の範囲と言えますかね、アンケートですから世論調査ではないんですが、正直どうしていいかわからないという方が 31%、 途中まで確かこれがトップだったと思うんですが 34% ぐらいになってるかなという感じでした。いや、やっぱりこれからも支援していこうという方が 26%、 いや、そもそもロシアとの関係を重視しないとウクライナ支援っていうことに偏っていてはいかんのじゃないかという方が10人に1人 10%、本来これシステム上4択なんで、僕が選んだ4つの文章を並べたんで統計上意味があるかどうかっていうことはまあそんな世論調査のようなことはもちろんないんですが、僕がまあ一つポイントやなと思ってたのは、正直どうしたらいいか分からへんという人がどのぐらいいるのかなというのが僕の個人的な関心でありました。まあ、そうすると途中まで、一番それが多かったんですね。二者択一で支援を続けるべきだ、続けるのは良くないというその二元論、丸か×か、いやーどうしたらええんかね、コモさんと、コモさんはどう思いますかっていう、そういう人が結構多いんじゃないかなと思ったら、まあ案の定、多かったです。3人に1人ぐらいの人がどうしたらええかなと。でこれもね、正直僕今、まあ、イスラエルとパレスチナの問題もそうですけれど、そのまあ両方意見のある時にこっちだっていうふうに思える場合は言いますけど、そうでない場合は曖昧なことしか言ってないです、言えないです。まあ、そこまで勉強もできていないですし、この問題についてはどうしたらええかっていうのは正直よう分からんのですよ、自分でも。でそのロシアが一方的にウクライナに攻めていきましたと、まあ、ロシアはまあ違う当然価値観で動いてるんですけど、我々西側はそう受け止めて、で、力による現状変更、国境を動かすというようなことは認められないと。それを認めてしまうと中国は尖閣諸島に出てくるだろうし、竹島の支配も北方領土の固定化も含めてですね、それは日本が領土を守れない、国民の命を守れないと、そういうメッセージを中国や北朝鮮やロシアに送ってしまうんだという考えは、それは分かります。理屈としては分かります。でもまあまあ一方でその支援疲れというような言葉も出てきて、アメリカがまあもしトランプが次の大統領になった時にどうなるのかという見通しも含めてですね、ウクライナへの支援をまあ打ち切るという言い方はあれですが、これまでのような支援を続けることがなくなっていく中で、日本が突出して続けていかないといけないのか、まあ、あるいはお前のとこまだ余裕があんねやからやれやと国際的には言われて、はいはいって言って岸田さんが何でもかんでも財布出していくんだっていうことへのまあ違和感は当然皆さんありますよね。でまあそんなん言うてる間に能登半島地震があったりとか、それでもまあ万博は続けてやりますとか、いろいろとその国のお金、税金の使い道っていう中でですね、違和感を持たれる方、ウクライナの人らがかわいそうやとか、早く戦争終わってほしいとか、そういう気持ちはありながらも、ただまあ日本語でいういわゆるその内袖は触れんでという思いに多くの方が持つっていうのは、まあ、それこそその支援疲れという言葉になるんだと思うんですが、それも分かりますんでね、僕としてはまあ国際的なところで支援をしていくっていうのは、まあ、回り回ってその国の人たちだけのことじゃなくって、まあ、それこそ地球全体であったり、あるいは日本の商売にもつながるということだと思うので、基本こんだけのお金があったら給食がこうなんのに、それをインドにウクライナに、というような形でですね、エチオピアにとかっていうような形で、ばらまくことをへの批判があるのは分かってますけれど、まあ、それはそれ、これはこれと考えるなあかんのだと僕はまあ基本的には思ってるんですけど、でもまあまあここまで来て 1.3 兆も出している中で、まあ、今回は目に見える形で言うと158億円というのがまあ地雷などへの対策費ですが、この後も応援を続けますっていうところに、国民がちょっともうええ加減にしてやという思いが持ち上がってくるのは、それは仕方がないことやなと思いますし、となると政治は言葉であると、まあ、いろんな要素ありますが、政治の力の一つである言葉で岸田さんがどれだけここ国民を納得させられるのかっていうところがかかってきて、わざわざね首相が日本まで来てくれたりとかいうのは、ご苦労さんなことですけれども、やっぱりできることとできへんことっていうその線引きの、その基本ラインがここにあるのだという、ここから先はちゃんと助けますよと。そうでないとうちらも困るし、お宅も困るでしょうが、うちらも困るんで、ここから先はやりますが、そこまでのところは何でもかんでも請求書回してこられても全部用支払いませんよっていう。でウクライナの中のその汚職の状況とかそういうことももちろんありますし、そのあたりが曖昧なんで、曖昧なところでどんどん出ていくお金だけ出ていってるっていう感覚で国民の側がいたら、それは不満は高まるわなと。でこのウクライナとは直接では関わらないんですが、今日の朝日新聞で4面に防衛費、いわゆる軍事費でございますね、私は軍事費と言っておりますが、軍事費43兆円増額方針、積み増し、タブーなく、有識者会議、財源確保不透明という、こういう記事が出ております。で、これはどういうことかと言いますと、防衛力の抜本強化に向けて防衛省は有識者会議の初会合を開きまして、2027年度までの5年間の防衛費を43兆円に増額する政府の方針について、経団連の名誉会長榊原さん、円安や物価高を踏まえさらなる積み増しをタブー視せず検討すべきだと、アメリカから物を買うのに1ドル120円と140円、150円、さらに160円になったらそれは値段が上がるんやからと。いうのは、それは円高円安の考えとしては分かりますが、非公開の場で財源論を置き去りにした議論が進む可能性もあるというふうに朝日新聞は懸念を示しております。この間多分日曜討論だと思うんですけれど、女性の大学院生が見事に話をしてはりまして、例えば子育て、例えば福祉、そういったものにこういうお金がかかりますという話をしたら、政府、自民党、公明党、そして官僚の側も、あるいは経団連なんかもですね、要は体制の側にいる人たちは財源がないという話をしますと。もちろんそれぞれの問題、個々の問題はいろいろあって、公金中中の話なんかはありますが、それは置いといて、国民のため、将来世代のため、こういうことに足らざるところがあるんで、政策を、新たな政策を、あるいは支援を、そういう組織を作ってください、立ててくださいっていう話、国民のためになる話、子どもに対するその少子化の対策、そしてお年寄りに対する福祉の話、介護とかも含めてですね、税金と社会保険料と両方でやってますが、その話をすると、いや財源がとまず言ってきますよねと。でみんな、確かにないからって言って、じゃあ1人500円、親子4人だったらですね、6、4、20、4、2万4,000円も持っていくっていう負担金ならぬ支援金制度みたいなものが出てきたわけですよね、財源として。でそれもだんだん上がっていきますよっていう話なんで、月500円が1,000円になっていくわけでしょ。財源がないからお前らから取るぞっていう話になるわけですよ、財源が財源がと。じゃあオリンピックどうでしたかと、軍備どうですかってなった時に、財源の話なんてなってないじゃないですかと。その花からこんだけ上げるんですと、花から何千億かかるんですと。でそれが上がって1兆円超えましたっていうのが東京オリンピックですよね。でその後始末は結局我々がしてるわけですよね。大阪万博しかり、これやりたいと思っている、つまり自分たちのお友達の中でお金ぐるぐる回る、それは裏金も含めて、おいしいことのある話については財源云々という話ではなく、それはやるべきだ、日本として日本が恥をかかないために一回やるといった万博を延期するや中止するなんていうようなことは、違約金がなんぼとかっていう話じゃなくって、日本の顔に泥を塗るからだからやるんです、一回やってやることを止めることなんてできるはずないじゃないですかっていうのが万博でありオリンピックでありっていう、そしてこの軍備増強でありという話ですよね。そこで財源がないから、そのある財源の中でとか、そのために負担していただくものとして、万博税として5年間1人当たり1万円ずつ取っていきますという話にはならないわけですよね。つまり権力を持つ側のこっちはやりたいっていうことは財源の話はしない。やりたくないよ、めんどくさいって思うことは財源がないってまず言うっていう、この分かりやすい構図っていうのは何ですかと、その大学院生が言っておりました。それに対して自民党の議員たちが明確な否定ができてなかったですね。こんなんええんですかっていう、よくないですよね、当たり前ですよね、よくないですよね。あの声なんかはもうどんどん流してほしいんですけどね。もうスポンサーが AC に変えてって言うてね、公共広告機構ですっていうようなところに彼女のやり込めてた話とか入れてほしいですよね。あるいは田中真紀子さんの言葉とかを言ってほしいですよね。15秒のコマーシャルにして入れてくれたら国民の気持ちは大きく変わると思うんですけどね。そんな絶対しませんわね。私がやります。はい。時刻は8時3分です。そうですね。本日ももうちょっとで出ます。と言いますのは、本日はですね、生前ビデオの収録がございまして、昨日東京からお客様が見えておりまして、小池容認さん、妻寺の副住職の小池容認さんとの対談を見て、生前ビデオっていうのがあるんだっていうことで、知ってお問い合わせいただいた、千葉の方なんですけれども、ご夫婦に来ていただきましてですね、で生前ビデオを撮ります。さっきのねダイソーのお話の時にそうだったんですが、やっぱりダイソーって結局、まあダイソーだけじゃないけど100均という文化を作ったじゃないですか。ねえ、いろんな会社ありますけど、やっぱり人々の生活を変える文化を作るっていうのは、まあ、夢もあるし、やっぱりまあそこまでいかんと会社ってなかなか続かないんでね、僕もそのファミリーヒストリーを作って、で生前ビデオを作ってっていうことを文化にしたいと思って25年前に会社辞めて、昨日もラジオ大阪 OBC 行かせていただいて3月10日の講演会のことのお知らせをさせていただいたんですが、なかなかまあ私の努力が足らんということなんでしょうけど、本当にその文化にするって難しいですよね。本当にね。3月10日公開しない看取りのすすめというのを行います。今参加者を募集しておりますので、ぜひお越しください。昨日もねOBC 呼んでもらって、本当に原田さんありがとうございました。原田俊治さんの番組に、原田さんとはまあ以前からお付き合いありますんで、こんな講演会するんで、そのことどっかでちらっと取り上げてもらえませんかねって言ってお願いの連絡をいたしましたら、それだったらおいでって言っていただいて、17分ぐらい喋らせてもらいましたかね。まあ毎日1時間2時間喋ってる顧問さんからしたら15分ほどの時間っていうのはあっという間の時間でしたけれども、そんなんね放送局で15分喋らせてもらうなんて、もう今お金出してそれ CM の代で買おうと思ったらもう大変なことですから。でもなかなかねいや、お電話いただいたんですよ。お電話いただいて、うん、何本かいただいて、で夕方になってもう一回電話がかかってきて「ごめん、友達が行けへん」って言うから「キャンセルです」いうお電話もあったりして、なかなか大変です。もう放送局にいる人間はね、こんなんね、なんかやるでって言うてスポットバンバン流したら、あっという間に1万人の大工が集まるという世界でいた中でですね、こうやって自社のイベントをやって、80人のところをこれを満席にするっていうことがどれだけ大変なことかっていうのを、社員ともども、もう本当に文化にするなんてもう大きいこと。でもまあだからこそ文化にしたいなと思ってましてね、今日はこの後その生前ビデオを撮りに行きますんで、あといくつかだけ大事なところだけ残しておりますんで、はい、お話をさせていただきます。伊東純也選手の話でございます。時刻は8時7分。伊東純也さんはサッカー選手でございまして、フランスで活躍をしております。日本代表にも入りましたけれども、先日「週刊新潮」がですね、女性の話を一夜を共にしたという話を書きまして、でそれはまあ酔っ払わして無理やりだったというようなことで、まあお互いがお互いを告訴し合うという状況になっておりますが。2月1日発売の「週刊新潮」の記事で、伊東選手と男性トレーナーから性加害を受けたと証言した2人の女性に対し、損害賠償を請求する訴状を提出いたしました。伊東選手は2億円、そしてトレーナーの方が243万3131円ということになるんですかね。合わせて2億243万3131円ということです。55ページございます訴状。女性の証言が信用できない理由がいくつも書いてあったと。でただ「週刊新潮」は訴えていないんですね。松本人志さんは「週刊文春」を訴えております。5億5000万。ただこちらは「週刊新潮」は訴えていない。でこれはまあ「週刊新潮」が女性がこんなことされたんだという証言をしている、それを裏付け取材しようとしてこの記事を書きましたと、記事にするに信用に足る取材をした上で書いたんですっていう、まあ、書き読とも呼ばれている状況があるので、週刊新潮とそこは争わないと、ただそれを性加害を受けたと、被害にあったんだという女性を嘘つきということで名誉毀損で訴えているということですね。まあまあこれはまあ刑事事件として訴えられている伊東選手としましては、一つ間違うと不利に働く、心証を悪くする訴えでもあるというような解説もありますし。ただまあ一方でやっぱりその週刊誌の在り方というところに対して、これまで訴えられてきた側の人らが声を上げているという流れはありますよね。それはまあ彼らの人権を守るために必要だという解釈もできますし、一方で弱き者が週刊誌の力も借りたりしながら、こんなひどいことをされましたと訴えると、直接こんな2億円なんておそらく払えないでしょうからね。まあもうじゃあ2億円の判決が出るかどうかも分かりませんが、もし請求通り認められたとしたら、この訴えた女性がそれぞれ1億円ずつ支払えるわけもないので、こういった高額な損害賠償を請求することで、弱きやられてしまった人たちの口を封じようとしてしまっている、いわゆるスラップ訴訟の一種になるのではないかという考え方もありますよね。まあ、その事実関係がよくわからないで、まあ、今回その女性の住民票のところにおらへんかったと、まあ、その確認とかするのにも時間がかかったみたいなことも出ていまして、ただまあまあさ、住民票っていうことについてはまあこれはもちろんその居住するところに移さなあかんという原則は原則として、住民票そのままになってるっていう人は世の中にいっぱいいてはるんでね、これはね結局いや家に住民票を置いたまま東京で大阪で学生生活を送ってますっていう人がいたりとかなんで、まあそのことだけでこの女性たちがいい加減な嘘をつく人たちなんだという印象を植え付けようとするのはどうかなとは僕は思いますけれども、はい、新たな動きが出てきたというお話でございます。時刻は8時12分になりました。さて先日来ストロング系のアルコール飲料が発売をやめていくというお話について触れておりました。 9% ですね、はい、でこれまあ確かにすぐ酔っ払いますし、普通の缶チューハイとかと比べたら 350ml、500ml 1本飲んだ時の酔い方、酔いの速さが全然違う。しかしまあライムだったりレモンだったりシトラスだったりそんな味がついてますから、あんまりそのアルコールの濃いものを飲んでるっていう感覚なくグビグビといってしまうという問題がありました。産経ニュース、ビールロング缶1本で大腸がんリスク、厚生労働省が初めての飲酒ガイドラインを出しましたという記事です。どちらかというと若い人ではなく高齢の方がご覧になっているコモさんチャンネルでございますので、この長官チェックですので、年取りますと、まあ、もちろん飲む量減ってくるのは減ってきますわね、うん高齢者は体内の水分量が減ることで酔いやすくなるそうです。また飲酒量が一定量を超えると認知症が発症するリスクが高まります。女性は男性よりもアルコールの影響を受けやすく、少量でも肝硬変のリスクが高まるという、のんべえには読みたくない記事でございます。はい、男性女性それぞれ違いますが、アルコールの量が1日 20g、 1週間で 150g となりますと、男性脳卒中のリスクが高まります。女性はそこまでいかなくてもちょっと飲んでも高まります、脳梗塞については1日男性は 40g 週 300g、 女性は1日に 11g 週で 75g なんで、女の人の方がアルコールにはだから体に悪いということですね、リスク高いということですね。高血圧については男女でも少しでも飲んだら高血圧になりやすいです。胃がんについては男性少しでも、女性は1日 20g 週 150g、 これ1日 20g ってどのぐらいや、500ml で 0.5kg、 500g であれがまあだいたいビールで 5% ぐらいですから、ということは午後25、缶ビール1本飲んだらそれだけでロング缶やったらもうアウト。あ、そうですか。大腸がん、食道がん、肝がん、前立腺がん、乳がん、ありゃ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 。お酒に含まれる純アルコール量というのを計算しましょう。アルコール度数と飲酒量、アルコールの比重は 0.8、 これを3つ掛け合わすと答えが出てきますよと。どうしますどうしますまあ酔いやすくなりましたしね、そんなに。まあ、昨日はお客様と一緒におでん食べに行きましょうかっておでん食べに行って、生ビール1杯 400ml ぐらいですよね。そっからまあ1号って言っても1号入ってないでしょうけどね、7尺か8尺でしょうけどの厚感と、で2号の厚感を2本5号になるのか、でもまあ2人で分けましたからね、もうアウトか、まあね、まあ僕はタバコ吸えへんからタバコ吸う人のことは何を体に悪いことしてんねんとまあ思いますけど、まあだから子供や孫にはもう飲まんでええよと、キリンビールアサヒビールを別に儲けさせなくてもいいけど、おじいちゃんはお父さんは飲んで死んでいきますねっていうことかな。それはまあ肝硬変とかなったらね嫌ですけどね、嫌ですし、糖尿病なんのも嫌やし、脳血栓なんのも脳梗塞なんのも、心臓止まんのも嫌ですけどね嫌ですけど、まあ今更っちゅう話でもありますしね、ここまで散々ね体に負担かけてきて、今更今更体にいいことって言ってもね、まあまあ笠間さんのこの贅沢ブルーベリースは飲んでますんでね、今んとこ特段体に不調はないのですが、人間ドックとか調べに行くときっと怒られるんで行ってないだけですけどね。今回ねこれでちょっと思い出したんがね、覚醒剤の話で、いやアルコールと覚醒剤はもちろん違うんですけど、そのアドレナリンの出る量が覚醒剤をやるともうそれはすごいという話から、昔覚醒剤やめますかそれとも人間やめますかっていうキャッチコピーがあったでしょ。で今もそれ使わないんですよね。でそれはなぜかというと、そのまあ薬物中毒の人たちはまあ何らかの問題を抱えて薬物に走って、でまあ中毒になってしまうと。でそこから抜け出そうとしている人たちに対して人間やめますかっていうようなことを言っちゃうと、自分たちはもう人としてダメな人間なんだと思ってしまって、立ち直る力を削いでしまうので、そういうことは言わないようにしようということになったんですよ。でまあおっしゃることは分かりますよね。それは100人おって1人を、ね、おるかどうかみたいなその話ですから、残りの他の人らが「そうやな覚醒剤やめますかそれとも人間やめますか、あだからやっぱり人間やめたからあかんから覚醒剤なんか手出したらあかんと、痩せ薬や言われたからってやったらあかんと、これで決めたらね気持ちいいセックスができるぞって言うて、そんなんしたらあかんぞと多くの人が思うからええやないかというと、いややっぱり中には薬物中毒で苦しんでる人たちがいるから、そういう人たちを社会復帰してもらうためには人間やめますかっていうのは非常にキャッチーなコピーではあるんだけど、言わないようにしましょうねってのが今の世の中なわけですよね。まあそれは分かります。ただだからその覚醒剤やめますかそれとも人間やめますかを超えるなんかそのこれはいかんわっていうコピーが、じゃあ今人間やめますかっていうのが出なくなった後、誰かが考えたかなと思って、まあもちろんその覚醒剤や薬物ダメっていうキャンペーンは毎年のように行われてますから、何らかのキャッチコピーが出てきてるんだと思うんですが、みんなの頭に残っているもの、私はこれで会社を辞めました禁煙パイプの人じゃないですけど、それだけ強烈にも多くの人が知っているという、今年の漢字は何やったっけって忘れていても、あの言葉ってやっぱりすごく強烈じゃないですか。でまあアルコールもそれで言うと、そらアサヒやキリンやサントリーやの手前テレビは広告代もらわなきませんから、そういうことは言わないんでしょうけど、本来どう考えたって体にいいはずないですよね。そら酒は百薬の長と言われるようなほんのちょっとだけ、もう陽明酒飲むぐらいのことでコントロールできる人は知りませんけど、まあ飽きませんわなそらね。ほんまはダメなんでしょう僕はもうそこへはいけないまま死んでいきますけど、僕はたしなみながら行こうと思いますけど、本当ならダメなはずですよね。じゃあそれを何と伝えたらええのかっていうね。でもそこにはやっぱり多くの知恵の知恵ですよね。それがこう時間をかけて取り組まないといかんわけですよ。覚醒剤やめますか、アルコールやめますか、それとも人間やめますかって言われたら、そらドキッとしますよね。さっきみたいな覚醒剤中毒の人らがやる気をなくしたり苦しんだりするっていう言葉があるのは分かってますよ。分かってるけど今言ってるんですけど、アルコールやめますか、それとも人間やめますかって言われたら、それだけ重大なことなのかと確かに思うわけですよね。でもそれに変わる言葉が何があんのかなと思ってね。ちょっと僕はそこのセンスないんで、ちょっと今答えはよう言わんのですけど。で、最後の話にそれがつながっていくんですけど、時刻は8時22分です。皆さんからだいぶ遅れて、先週金曜日のドラマ「不適切にも程がある」をようやく昨日、こちらスタジオへ酔っ払って戻ってきてみました。はい、第4話でした。楽しく見たんですけど、昭和61年と令和6年を行ったり来たりする中で、そこでですね、昨日見た中で出てきた、あれは笑ってもらう、コメディの作品ですから、ドラマですから、そこは笑うようなデフォルメがあるのは仕方がないとも思うんですが、インティマシーコーディネーターっていう聞き慣れない言葉が出てきましてね。でまたこれがこんなん言うたらもうそれこそコンプライ的にアウトなんでしょうが、可愛い子ちゃんの女優さんがインティマシーコーディネーターって言ってね、インティマシーコーディネーターって言って言うわけですよ。あなたの仕事は何ですかと。コーディネーター、間を取り持つ人なんだけど、映画やドラマで描かれるヌードとかベッドシーンとか、そんなところを、本人があるいは事務所がここまでは OK だけどこれ以上は嫌ですという線をちゃんと聞き取って、でドラマ映画の作り手である監督などとの間に立って、このシーンは要は、激しい濡れ場って脚本に書かれててもどうしたらいいか分からへんわけじゃないですか。主演男優野獣のように襲いかかる主演女優、最初は嫌がるけれどもだんだん受け入れていくみたいなことしか書いてなかったとしたら、どう演技したらいいか分からへんで、作る方は面白おかしくとか、もっと劣情を思い起こすようにとかいうので、もっとそこで足を上げてなんとかしてとか声を上げてとかっていうことを言っていく、そこで作られるドラマがある。今みたいにもうスポンポンで全部修正もなしにやるようなやつじゃなくて、昔の日活ロマンポルコなんかだったら、そこは風船使ったりなんかいろんなことしながら、本番はしてないけれどもそのように見せるとかいうのがシーンがあるわけですよね。そこにこのインティマシー・コーディネーターっていう人が間に入って、いやそれはダメですと、こうしましょうと、ああしましょうとか、代わりの案を出して、それならばそこはシーツをかけてどうのこうのみたいなことをする役割として出てきてたんですね、そのドラマの中に。不適切にも程があるというドラマの中に。でただもうドラマは基本的にその時代のギャップとかいうこと、今のコンプライアンスとかっていうことをもう笑っていくためのものなので、このインティマシーコーディネーターっていう、日本でもそんなに数多くいらっしゃらないんですけどね、もうほんの数人という、ちょっと前の記事ですがほんの数人、2人しかいないとかっていうところの記事がありましたんで、なんですが、その人たちからしたらとんでもない扱いであると。自分たちの仕事を冒涜してるっていう声も上がってて、まず知らんですよね、そんないわゆる絡みのシーンのところで間に立って俳優の側、特にそれは若い人は体当たりで、ね、求められる演技をしてより以上のことをして認められて、そこから這い上がっていくんだぞっていう構造なんだと、芸能界ってそういうもんなんだと、何を恥ずかしがってんねんと、すっぽんぽんなれよという、そういう世界の中で、いやここまでは私今できるけどこれ以上はしたくないっていう意図をちゃんと聞いて、でその場面を収録していきましょうというのがインティマシーコーディネーターなんですね。だから、あの仕事としては、どんな仕事を茶化してても、要はドラマとして全体が茶化してるドラマなんで、さあそんなもんやと言われたらそんなもんなんですけど、当事者としてやってる人らからしたら何なんだと、元アナウンサーとしたらアナウンサーを茶化されてるドラマ見て、アナウンサーなんてそんなもんだよねって言われたらそれはムカつきますから社長なんてこんなもんだよねって言われたら、おい 何を分かっとんねんお前はとは思いますからね、そらね。で彼女たちは怒ってるんですよ。でそれはそれでそらそうやろうなと。ただ一方でドラマとして、そういう茶化すドラマとして受け入れてしまってる視聴者の自分もいる。その中で改めて昨日思ってたのが、やっぱり今あまりにもみんな時間かけなさすぎっていうか、面倒くさいことを嫌がるっていう放送局のヒラメみたいなディレクタープロデューサーいっぱい知ってますから、彼らも面倒くさいことをしたくないんですね。自分の頭で考えるのがしたくないし、時間かけたくないから、それはコストかけるなって言われてるから、時間もコストだからそれをしたくないんですよ。なのでちょっと立ち止まって一緒にみんなで考えましょうかと。いやもう今日しかないんですと。今日で30カット取らなあかんのですと。スタジオ借りてんの何時に撤収せなあかんのですわと。そうなったらもう今とっとと取っていかへんかったらあかんから、もう演技もどうでもいいんですと。とりあえずあんあん言うてチューしてなんか上から乗っかってもぞもぞ動いてたらもうそれで OK なんですわっていうようなドラマの作り方とか、ドラマだけに限らず、ちゃっちゃとしやと、遅い仕事は牛でもするというこんちゃんに怒られましたけど、今もうなんか究極の状況になってきていて、時間当たり採算で言うと採算のその分子の部分も小さくなってきてるから、余計分母の部分のタイムを時間をもっともっと短くすることこそが褒められることで、ちょっと待ってってところで止めてみんなで一緒に考えようよっていうことを言い出すと、もうそこでどんどん分母の数が大きくなっていってしまうんで、時間が長くなってしまうんで、そんなことを認めないという。多分これはもう撮影の現場とかっていうだけじゃなくて、商品開発であり、検査偽装の問題とかもみんなそうで、とりあえず時間を短縮、コストを下げる、そのことしか考えてないから、本来どういう価値を作るべきで、そこにどうみんなが心地よく加わっていくのかっていう分子の部分を大きくしていくことを考えるんじゃなくて、分母の時間とコストを下げるということにばかり今日本がなっているんで、僕インティマシーコーディネーターとの仕事っていうこと自体全然知りませんでしたけど、それはなかなか大変やろうなと思いましたね。ただそれがお互いが言えるような状況になれば、それ素晴らしいですよね。それはインティマシーコーディネーターの人らからしたら、僕が昨日見た不適切にも程があるっていうドラマは、そらこんな茶化し方されてってとんでもないわっていう話ですよね。で今やっぱり政治家にしても芸能界の実力者にしても、結局そういう一部の権力者に対して異を唱えたりとか、ちょっと立ち止まって考え直しましょうよとかっていうことをしないまま、こんな芸能界も、経済界も政治界も、官僚の世界もこうなってきているということからすると、立ち止まるとそこで痛みを感じる部分はありますけど、やっぱり長い先のことを考えると、これは立ち止まらなあかんとこなんかなというようなことを、本日のニュースを全部通じて思ったコモさんでございました。今日も分かりにくい話で恐縮でございました。本当に、はい、自分で言ってても分かりにくいなと思いましたけども、そんな話にもかかわらず、800億人以上の方にご覧いただきました。もうちょっとポチッといいねしていただきますと、5割以上ポチッといいねになるなと思いますんで、どうぞ最後に高評価を押していただければと思います。ではまた明日にじゃんをいたしましょうか。この後9時から、電話の受付始まります。こちらです。贅沢ブルーベリースのお申し込みは 0120-780-337 番でございます。初回限定、キャンペーンの合言葉でございます。送料が無料になります。650円お得でございますよ。今月はおだいりさまとこもりさま、はいというふうに、まあ歌っていただかなくても結構ですけど、意味が通じれば、ネット販売の方は備考欄のところにですね、おだいり様とこもり様という合言葉を書いておいてくださいませ。よろしくお願いをいたします。ではまた明日インジャンをしてお別れすることにいたしましょう。本日も誠にありがとうございました。今日は、ご夫婦のお話を伺って、生前ビデオを撮ってまいります。みんなのお葬式に自分の挨拶が流れたらいいなと、そんな文化を作れればなと思ってコモさん活動をしております。ではまた明日インジャンです。参ります。また明日インジャンパーでは行ってまいります。